李平部は、李氏朝鮮末期の政治家、大韓帝国軍及び大日本帝国陸軍の軍人。現在の大韓民国では、日野と羊七族、皇術国族及び新日派の一人とされている。モリン君、李義雄の子孫として生まれる。高所十年に部下に合格し、宣伝官、新軍党英英大官、訓練員主望などを務めた。開国5百三年に、 日清戦争祝賀市となった、義和君、李に随行して土日し、陸軍共同団を経て、翌開国504年に、日本の陸軍士官学校に入学し、卒業した。帰国後は、大韓帝国軍政場として、陸軍武官学校教官に任命され、翌年には三両昇進と同時に、武官学校教頭となり、この頃から日本と、親密な関係を築くようになった。 三つ竹四年、日本に亡命した者と連絡を取った疑いで、古軍三軍島に流刑となったが、2年後に赦免され、武漢学校長及び、陸軍幼年学校の校長となった。後部九年には、政寮、軍部教育局長、三省、職人軍部教育局長を務め、正月法兵士の利始め官に随行して土日し、日本政府から軍二等随法賞を授与された。 帰国後は陳衛隊検閲士になり、翌後部十年には、軍三道発掘賞を授与された。後部十一年には、李官洋内閣の軍部大臣臨時処理、自重部官庁として、第三次日韓協約締結に尽力し、構想上位と、軍隊解散を積極的に主導した。解散された軍隊を中心に、義兵構想が起きた際は、義兵弾圧を指揮した。 これらの功績から、政府二品に、二ヶ月後には、樹一品に、特別登るしされて、君二党大局賞と、日本政府から組等局実大受賞を授与された。竜博氏三年には、新英町長官兼自重部官庁となる。翌、竜博氏四年の日韓併合条約締結の際には、条約締結に、積極的に協力したことから、 朝鮮貴族として死者区に劣せられ、1915年には大霊記念賞を授与された。日韓併合に伴い、日本陸軍に転籍し、1920年4月26日に大正9年直令第118号が発せられたことにより、朝鮮軍人たる陸軍副将から一般の陸軍中将に転じた。 死去して2日後の1926年12月8日に、君一等局日等課大受賞を追贈された。2002年に、民族の世紀を立てる、国会議員の集いが、幸福会と共に発表した、新日派708人名簿と、2005年に、民族問題研究所で、新日人名辞書に収録するために整理した、新日人名辞書収録予定者一時名簿において、 選定された。また、2006年に、日本統治時代初期の新日反民族行為106人名簿が、発表された際にも選定された。ありがとうございます。